東電病院は社員とその健康管理まあ OB の方も言っておりますけれども、そういう職域病院として医療法上の許可を得て、これ東京都さんから許可をいただいて開設している病院でございます。そういうことでありまして、その制限が関わっていることは事実でございます。私ども何度か一般開放はできないだろうかということを検討いたしましたが、新宿区には大きい病院がいくつもございまして、実はこの方からもそれは難しいと言われてきている、はい、誰が言ったの？また我々の方は病院運営を効率的に行っていこうという観点から、いろいろと体の見直しも行っておりまして、例えば小児科やサウナを廃止するなどの活動も、そしてまたビット数も少なくしてきております。今後ともこのような措置は継続的に続けてまいりたいと考えております。マイクオンにしろ。マイクつけろ。マイクオンにしろ。マイクオンにしろ。マイクつけろ。反応は大事だぞ。財閥の東電病院で見てもらえるわけじゃないんです。
て、東京に住んでる幹部なんてもらってる病院ですよ。で、大関市が勢い入るときに100億円以上する資産を売却するのは当たり前でしょう。お前もその病院に見てもらったことあるのか、派遣してた、まあ、こういったこともありまして、さっき山崎が申した通り処分の方向を規定定めておりませんが、まあ、今後今ご指摘のとおりに福島の医療体制が整ってまいりますので、どういうふうに整備するか検討課題検討なんて考えよ。